モネクラです。というわけで今回モネ店に行ってきました。朝一の会、今日2023年の10月20日金曜日からのモネ店に行ってきて、朝9時の会に入りましたけど、8時40分過ぎにはもう入れてたかなと思います。人が多かったからかな。いやー、モネ展やってる美術館の周りにね、結構森っぽい感じの公園があるんですよ。大きめの上野公園っていう公園があるんだけど、そこが今秋だからイチョウの葉とかがすごい舞ってて、今日結構風強かったからバーって風が吹いた時に、わーすごいイチョウの葉が舞ってると思って、わーって目と口見開いたら砂ぼこりが全部入って、喉が変かも目も変。まあ購入品を見ていこう。まずはまあロルバーンだよね。もう急遽ロルバーンの情報が出たので急遽行ってきたから、ちょっとこの後ね仕事がかなりギリです。これとこれとこれ3種類。あー、今回全部の絵あったかな。ゴホテの時はない絵もロルバーンになってたけど、今回全部あったかも。多分こことここが撮影スペースじゃない、撮影できない展示室だったので写真がなくて、こちらの睡蓮だけ実物の写真を撮ることができました。そんな感じかな。一番お気に入りの絵はこれ。なんか絵なのにすごい光ってた光ってるわけないんだけど、すごい光ってるように見える、すごい印象派の凄さが出てる一枚でしたね。さて、ロルバーンの情報なんだけど、まあ発売日は今日2023年の10月20日からぐらいかな。あ、一冊書いてないな。990円くらいだった。そうですね、一冊990円。で、一人5冊までの購入制限がついてて、
ルノワール展の時に2冊ずつしか買わなかったのを未だに後悔しているので、まあ美術関係のロルバーンは容赦なく買うって決めてて、上限の5冊ずつ購入しました。まあ1冊ずつ友達のお土産にあげて、4冊自分の分で1冊は使用用、3冊が保存用。まあ3冊あるので使用用が終わって、もう一回新しく開けたくなった時とか飾りたくなった時に、また1冊開けていくって感じで、まあ完全保存は2冊ある状態にしておきたいかなって感じです。じゃあ1冊ずつ見ていこうか。歴史順に。こちらから。じゃ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 ーん。これはあんまりまだモネっぽくないか？どうだろう。まあモネの印象派の前の絵もちょこっと、あれ印象派の前なのかな？まあちょこっと飾ってあって、ザ・モネっていう画風になる前の絵もあったんだけど、ちょうど印象派になったとこの絵だったかな。ちょっと私、そういうの適当に喋ると大体間違ってるので、私が印象で喋っちゃうことになるので、まああんまり言わないけど、まあ展覧会があったんですよ、パリで。その展覧会の時の街行く人々の絵だった気がするけど、それも正しいかわからない。本当美術の知識はだいぶ嘘だと思って、半信半疑で聞いていただけると助かります。まあでもモネにしてはかなり細かいですよね。絵柄が。こんな感じ。です。今回全部ロルバーンの絵柄が横型なんですよ。確かにモネの絵って横が多かった気がする。ポストカードも買ったんだけど、売り場のポストカードがほぼ横でした。カッパーリング、ピンクゴールドリング、コンバンド。権利表記は長いです。美術系はそうですね。保存しているところとか、作られたところとかいろいろあるので、眺め読まないでおきます。ここの境目期になるから開けよ。でロゴが横型なのですごく小さくついてます。これもピンクゴールドですね。カッパーのロゴ反射しないな、多分マットなピンクゴールドロゴかな。裏面がこんな感じ。あ、ルーブルの川岸で合ってる。読み方は河岸でした。河岸、あー、合ってはいる。歌詞とも読む。歌詞河岸川岸。最近全然勉強してないので字が読めなくなってきました。こんな感じ。じゃじゃん。まあ伝わるかな。まあ伝わるよね。モネは最初の方から結構空とかにねピンクの色を使ったりとか、印象派になる前から色使いが結構細かくこだわってて、これも個人的な感想なんだけど、ちょっと色のコレクターみたいだなって思いながら絵を眺めました。なんかその気に入った風景の場所に何回も足を運んで、時間違いとか季節違いとかで同じ絵を何個も何個も描いてて、まあ並べると色違いみたいな感じになるんですよ。だからなんかその好きな場所とか景色の色をコンプしてるって感じのコレクターっぽいなと思いながら今回眺めてきました。なのでちょっとね、グッズになるとモネの本物の色味は出てないと思うので、かなり近いとは思うけど本物の色味ではないから、モネのコラボグッズみたいな、なんだろうな、モネの概念を持ち帰ってきた感じかなと思ってます。なんか写実的な画家とかだったらその写実的な絵がそのまま印刷できるけど、モネの良さは色かなと思ったので、色そのままは持ち帰れないからちょっと違うかなと思いながら、でもロルバーンとコラボしてることが嬉しかったので買ったって感じ。なんか私美術館の話になるとすごい喋るから、普段の動画がいい人はちょっと見づらいかも。で、バンドを外すんでしたね。こんな感じ、くっきりとここで分かれてます。本当になんかバンド外すとカレンダーみたいだね。こういう卓上カレンダーあるよね。そんな感じ。中身は普通のロールバーンだよね。一応チェックしとこう。普通のロールバーンですね。しまいます。そうそうそう、2月、来年の2月から大阪公演もあるんですけど、前回ゴッホ展の時補充されなかった柄があったんですよね。そうだから確実に買えないのがちょっと心配ですよね。という感じ。買えたらいいなと思うけど、どうかな。でも買えないとがっかりしちゃうから、
もしも売り切れたら補充してほしいな。次、でもあれコロナ禍だからあんまり作んなかったのかな。あの時コロナ流行ってたっけ、流行ってなかったんだっけ。流行ってた気がする、まあ、今も流行ってるかもしれないけど。次がこちら、名前だけカンニングします。ヴェンティミーリアの眺め。いや、この色合いが好きな人多そうって思いました。なんかこの水色と紫の組み合わせ自体が好きな人っているじゃないですか、爽やか系の。これハマる人はすごいハマるだろうなと思いながら眺めました。銀リング、シルバーリング、コンバンド。いやー、すごく綺麗。使うの楽しみだな。表記がこんな感じ、白で書いてあって、ロゴが反射しない銀箔押しですね。こんな感じです。すごく綺麗。いいね。裏面はこんな感じ、ヴェンティミーリアの眺めです。で、ラストが、これも銀だ、銀が合うんだね。ラストが睡蓮の柄になります。銀、シルバーリング、コンバンド。これだけ筆のタッチが独特ですね。モネって結構横だけに筆を走らせたり、縦に走らせたり、斜めに走らせたりっていう感じがしたけど、これは結構ふにゃふにゃーっと描いてます。なんで睡蓮が有名なんですかね。他の絵もすごい綺麗なのに、なんかモネといえば睡蓮って言われてる気がする。なんでだろうね。こちらもシルバー、銀リング、コンバンドです。表記がわーっと書いてあって、ロゴがこんな感じの反射しない銀箔押しです。お花の部分もタッチが結構珍しめじゃない、どうだろうね。専門家じゃないのであまり何も言わないでおきましょう裏面はこんな感じ、睡蓮です。ロルバーンはこんな感じでした。この3冊、まあ大事にします。気に入っているので。そうね、全部横型っていうのがかなり珍しいかな。いやー、同じ印象派のルノワールもいっぱい買いたかったもう時は戻せないので、ルノワール展をもう一回開催してくれて同じ柄が出ることを祈るけど、そんなことはないな。絶対違う柄になるよね。まあロルバーンはこんな感じ。あとは、いや今回ね、すごいコレクターズアイテム多かったな。ロディアともコラボしてました。でね、ロディア買ってきたんだけど、じゃ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 ーん、あのビニールのケースがついてるロディア、中身は普通のロディアだね、ケースが珍しいだけのロディアなんだけど、これサイトで見た感じはこうだったの。まあロディアコレクターではないので、しかもロディア別に限定品じゃなくても家でしか使わないし、あの一個ずつでいいかって思ってたの。ロディアもお高かったはず。ロディアは1320円、一冊1320円なので、ロルバーンより300円ちょっと高い、330円高いですよ。で、私はロルバーンコレクターなので、まあ、ロディアは一冊ずつにしないと今後がやばいなと思って、今後ロディア出るたびに2冊ずつ買ってたらちょっとやばいなと思って、一冊ずつにしようと思って決めていったの。そして会場で、って汚れとかないかなって裏見たら、全身の鳥肌が立ちました。裏がこんなになってるなんて聞いてないよと思って、これはかなり珍しい方じゃないかと思って、結局2冊ずつ買いました。お財布が怖いよ。開けましょう。これは、このタグがあれなので。いやもう裏面こんななんて聞いてなさすぎるそう、積みわらっていうのがね、結構ねちょっといじられてるグッズがあって面白かったです。積みわらもあのいろんな季節とかいろんな時間とかで色違いみたく書いてて、色違いっていうか、まあ連作っていうバージョン違いみたいな感じで書いてて、つみわらちゃんっていうぬいぐるみも売ってたんだけど、つみわら
タグはこんな感じ。雪の効果です。で、もう一冊がこちら。これも睡蓮か。睡蓮の池です。すごいタグ細かく書いてくれてる。いいね。開けましょう。いやー、聞いてないよ。こんな素敵なさ、ロリアだって、聞いてないよ。記念に一冊ずつ買おうかな程度だったのに、こんな素敵なら持ち歩くわと思って。持ち歩くわ。最近、タスクリスト、なかなか消費できてないから。ちゃんと書こう、これに。大事に持ち歩いて使いましょう。思いついたら全部書く。それでいこう。マロディアはこんな感じです。いやー、買っちゃったね。ちょっと予定外だったのでお財布が心配になりました。このあたりからと、じゃじゃじゃーん、クッキー缶です。立体的な睡蓮のクッキー缶、すごいかわいい。これはいつもの私の大好きなあの缶のお店のクッキー缶で、中身もいつものあそこのやつ、名前なんだっけ、青山田カーボみたいな名前のところ。ちょっと開けますね。この缶もね、一人何個までだったか、3個までだったかな。まあ人気なので購入制限がつきますよね。すごい、池だけが光るんだ。すごい、マット加工になってて、あ、全面の中で池だけが2箇所光ってる。わあ。で、そう、あの、サイトで見た、カードが入ってた。名前は、青山デカーボでした。嬉しい、記念になる。こちらダージリンティーのクッキーです。グルテンフリー。こんな感じでクッキーが6枚入ってます。そう、サイトで見たよりもちっちゃかったので、サイトで見た時の印象よりもちっちゃかったので、わあ素敵と思っちゃった。まあ買うつもりでは行ったけど、気に入らなかったら別に買わなくてもいいかなっていう感じで見に行ったら、こんなちっちゃいんだもん、大きさが。可愛すぎる。何入れにしようかな。すごく可愛くて。貯金箱になるかな？入んないかな？お札が。何入れにしよう。とても気に入ってます。裏面一応写しとこう。こんな感じ。写したので剥がしちゃいます。こういうのを早めに剥がしておいた方が後々いいので。そう、ゴッホ展の時はこのカンカンが目当てで最初行ったんだけど、その時はまだロルバーンが発売してなくて、後々発売されて、わー一回行ったのにって言いながら行ってきたんだよね。あとはスヌーピーコラボがあって、ゴッホの時もあってね、ゴッホの時も発狂したんだけど、まあ今回のスヌーピーのデザインがちょっと好みじゃなくて、まあ、ビッグボールペンをコレクションしているので、ビッグボールペン買いました。睡蓮が頭に乗ってるスヌーピーと、あの睡蓮の葉に座って頭にウッドストックがいる、かわいいスヌーピー、一本ずつ買いました。こんな感じです。これはまあ記念買いって感じですね。ビッグボールペンは思い入れがあるものは買っていいことにしてるので、そのモネ店行ってなかったら買ってないけど、まあ、記念に買っていいことにしてるので記念に買いました。と、ポストカード2枚しか買わなかったんだ。しかもあんまモネっぽくないかも。私が好きだなと思った絵だけ。これ結構初期の絵なのでまだ印象派っぽくないよね。桃の瓶に入った桃です。大理石とかの描き方が面白いなと思って、いい被写体だなと思ったんですよ。絵を見ながら、あ、大理石描くの楽しいだろうなと思ったので、まあ、ポストカードあったら買おうと思ってて、展示も
私だったらどの絵を買うかなと思いながら見ている時もあるので、結構最初に目をつけたのがこちら桃の瓶と、これ結構現地で見て色がすごい色彩が好きだったので、あとこの水辺の感じとかかなりモネっぽいよね。これもパッと見で気に入っていたので、この2枚だけ、あんまこっちモネっぽくないけど購入しました。そんな感じ。グッズは今回こんだけ、まあこんだけって言ってもロルバーンとロリアだけでかなりの金額いったので、ここでやめておきました。今回の動画はこんな感じ、いかがだったでしょうか。ぜひぜひまだまだモネっていけるかなと思うので行ってみてください。今回はね、あの上野の森美術館なので、駅からもすぐ近くの方の美術館になってますぐらいかな。言うことなんかあったかな。あー、そう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 、あの展示の一覧が載ってる紙は美術館内でしかゲットできないんだけど、入り口のちょっと分かりづらい場所、ちょっと見逃しやすいところに置いたって、私は見逃して係員の人に聞いてもらったので、入場する方は忘れないようにゲットしてきてみてください。ご挨拶の後ろに置いてありました、私が行った時は。まあ今回そんな感じかなと思います。今回こちらのモネに行ってきた思い出を使って、今後ちょっと関連した動画が上がる予定なので、今後の動画もお楽しみに。バイバイ。